これが王者南葛なのか。若林も美咲もいない南葛。しかし翼が3年間で作り上げてきた南葛、今まで数多くの敵が戦いを挑み、しかしそれでも倒せなかった南葛。翼、大空翼、お前に勝つことはできないのか。たけし。はい、ヒューガさん。サッカーって楽しいもんなんだよな。はい。優勝旗授与。さあ、今深紅の優勝旗が南葛中キャプテン大空翼くんに手渡されました。翼、今までありがとう。え？俺たちの夢は叶った。今度は翼、お前の夢を叶える番だ。ブラジルへ行って絶対プロのサッカー選手になるよ、翼。みんな、ありがとう。